お目覚めのようね。でもあなたでもなかったみたいね。私、大丈夫、もう何の心配もしなくてよくなるのよ。残念なことですが、昨日また我が校の生徒が行方不明になりました。現在関係方面にも協力をお願いしまして懸命に捜索を続けておりますが、生徒諸君も十分日常生活に注意し、みんな体育会系だよね。いなくなったのって、うん、昨日がテニス部のキャプテンだっけか。あんたもさ、目つけられてるかもよ、誘拐犯に。アホくさって、あんたがそんな顔してる時ってよからぬこと考えてる時なんだよね。考えない考えない、誘拐犯捕まえてやろうなんて考えてるじゃん。この純情くて小僧め、待ってるわけ。誰を？近頃物騒だから一緒に帰らないとか言って誘う魂胆かな。いや、あ、でも何？私も一緒に誘ってくれんの？でも残念でした、用があんの。ああ、じゃあね、寄り道すんなよ。帰ろっか。うん、寄り道しないで。うん、もちろん。連続誘拐犯め、逮捕だ逮捕。何こいつら、明らかに訓練経験のある動きじゃん。
いらっしゃいませ、ご注文は？っていうかお前らにはこれで十分。何なんだあんたら。残念でした。マジ？読めないってこんなもん。ここまでおいででござる。ニンニン。そろそろ本気出させてもらうけど、いいよね。さらった連中の居場所教えてくんないかな。湖南省への到着時刻は日本時間で。結局出発前に財団からの回答は届かずか。ですが会見に応じる意思があるということは、財団幹部が指令の提案に興味を示しているからでは。そうでなくては困る。え？普通こんな格好したベタな悪役って弱いのが相場じゃない。ありがとう、助かったよ。でもどうしてあんな連中に追われていたの？いや、ちょっと暇つぶしの相手をしてもらってただけなんだけど。だけどさ、いいの？こんなとこ勝手に入っちゃって。いいのよ、この船は。ここよ、入って。あら、お帰りなさい。そちらはお友達？はあ、お帰りなさいって。このダイダロス号はママの船なのよ。はあ。はじめまして、ゆっくりしていらしてね。あ、どうも。ごちそうさま。でもいいな、普段は外国で暮らしてるなんて。でもないわ、私はひとみちゃんみたいな暮らしが羨ましいな。私みたいな暮らしって？多分世界平和の最前線で戦っているんでしょ。そうね、世界平和の。あ、なんでそ
それを。まさか。お母様、この娘間違いなく。お察しの通りよ。うちの学校を騒がしてる行方不明事件の犯人ってのは、弾劾用のパイロットが小学園の生徒を装っていることまでは分かっていたの。私の携帯。ただそれが誰なのかは分からなかった。まさか他の子たちは。安心なさい、彼女たちは大事な商品、傷つけたりはしていないわ。商品。でもあなたは特別だわ。私をどうする気？私の人形になっていただくのよ。人形？洗脳でもしようってわけ？お前たちまさか。さあ急いで。何者？伏せろ！あ、あ！さっきの誘拐犯！誘拐犯はこの船のオーナー緑川だ。急いで脱出するぞ。ここは任せてもらっちゃおうじゃない。このふかしまくりロボ、どうやらお仕置きが必要みたいね。はっはっよっ。
内緒なんちゃって。言っただろ、お仕置きが必要だって。女必殺剣だな。私、姓は千道、名は瞳と。せっかく人が決めてたのに。とか言ってる場合じゃないか。どういうこと？よくも私の可愛い娘たちを、よもや生きてこの船から降りられると思ってないでしょうね。おい、趣味悪い小娘が。ちゃんとお嬢ちゃんにもあげましょうね。ほーら。クヤ！乗れ！クヤ、早いとこ頼むわ。小娘め、逃がしゃしないよ。真打ち登場と行くかな。姫城行動プロテクト解除。クーヤ、グズグズすんな。アウト、ディメンジョン弾劾よ。
ってもダメなもんはダメなの。白紙見ババ、お仕置きだよ。あとは任せたかんね、主人公。ロス・オルネード！豪華客船ってものは沈没しがちって昔から決まってんのよ。こうして事件は終わったんだけど、何でもあの変態マダムはどっかの国の工作員で、そのどっかの国は人身売買を生業にしてたってオチなんだって。ほんで私を追っかけてた変なおっさんたちの正体ってのは、SP？ だったら先に行ってっての。急な決定だったしね。前に誰かさんが携帯忘れたってこともあったでしょ。そっか、お前のせいでこんな連中に見張られる羽目になったわけ。こんな連中ですか。まあ今回は多めに見とく。意外に楽しかったしね。じゃ次回も見てね。今回は走りっぱなし、叫びっぱなしで超ダリース。次回はサポートロボとか抜かす腐れロボットが登場しやがります。指令の命令とか抜かして脱げだのなんだのもうやりたい放題。その上宇宙から敵が来るわ、そいつが死ぬほど強いわで、あーもうどないせっちゅうのよマジで。次回破除巨星グレート断崖王第8話魔天よりの流星、ご期待ください。あーもうムカつけ。